皆様こんにちは、山芋です。こんにちは。これ公式さんなんだけど、なんかリアルなイベントがあるんだって。すごくない？で見てこれ、 T シャツもらえるって書いてる。6月27日にもこれが来るってことだよね。ゲーム内でもこれ着れるみたい。リアルなイベント、すごすごいよ。でアプリ内ではこんな感じ、関東の方ですね、東京の方であると。まあ、普通にコミュニティでもあるけど、みんなでも一緒に歩こうみたいな感じですよね。これすごくない？会場内ではビッグフラワーの開花時間15分に短縮ってさ、場所ごとに開花時間変えれるんだっていう、すげーってなったんですよね私。なんかサンバイザーとかポストカードは全員もらえて、5000歩以上歩いた人で先着で T シャツ。いいなー、なんかいっぱいもらえるとかすごい。めっちゃいいよね。でなんか葉っぱの帽子ピクミン、なんか先行で多分出てくるんだよこれ。青ピクミンのみって書いてる。今なんて青ピクミンだけ。なんか葉っぱの帽子があって、まあ、リアルイベント限定じゃなくて、まあ、またね来週のイベントでも出てくるよって書いてるね。青ピクミンだけ行かなくていいよそんなイベント。いやそこまで言わないで。いや楽しそうじゃん。でまあ私が行くか行かないかなんですけども、行かないです、すいません。まあ、ちょっと距離があるっていうのと、まあ、ちょっとこの日はね、私 PTA の仕事頼まれてますねこの日、残念ながら。あでもちょっと恥ずかしいよ。でもこういうのね、私一回リアルなイベントでモンスターハンターのアイスボーンのこう先行体験に当たったことがあって行ったんですけど、やっぱ YouTube とかやってるのちょっと恥ずかしいですよね。まあ、私顔を一応、まあ、ここでは出してないけど、顔出ししてる動画もあるし、 Twitter とか普通に顔出しとかしてるので、まあ、バレてもいいけどちょっと恥ずかしいですよね。まあ、とりあえずこの動画は私は行けないんですよねっていう動画です。行った方はぜひまた Twitter とかでつぶやいたりコメントとかで教えてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。昨日私花びらの消費時間が、まあ、2倍じゃなくて体感は5倍だって言ったけど、いやもうもっとあるね。体感で言ったら10倍超えてるかもしれない。もう今日もめちゃめちゃイライラってしてしまいました。なんとかなりませんかね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。また。